どうもー、世界100億自分すいません、ちょっと世界100億人の数少ないキャラファンの皆さん、おはようございます。ハロン西です。はい、12月23日の鼻水出た朝でございます。はい、朝でございます。はい体調大丈夫ですか？体調絶好調ですよ。絶好調。もちろん。ああ、よかったよかった。はい。うん。今日もエヴァを狙っていきたいと思います。はい。はい。で、まあ、小当たりラッシュ期の特性を活かしながら、うん。まあ、時間効率を意識して、うん。二人で編集作業をしながら、うん。見ていきたいなと思ってます。はい。はい。詳しくは、察してください。察してください。はい。こんな感じでーす。いきます。頑張るぞ。バイバイ。あ、行ってきます。行ってきます。はい自分次第でどこにでも行ける、宇宙を突き抜けてどこまでも、僕は笑うこの笑顔で世界を変えてゆくんだ、走れ笑え。どうもー、今日の結果報告です。です。はい、今日はね、うん、まあ何を打ったかっていうと、まあ、北斗セブンと、はい、うん、北斗エイトですね。うん、はい、打ったんですよね。打ちました。うん、で今日ね、僕が、まあバイクを、まあパチンコ屋さんからね、ちょっと距離があるところに止めに行って、うん、最初に西村さんにホールチェックしてもらって、うん、まあ打つ台決めようって感じで決めたんですけど、うん、まあね、僕はまあ遅れていったので、うん、正直、まあ、まず入店内に入ったらやること、朝一ランプ確認する、旋風確認確認する、はい、まあ、身内ランプ確認する、うん、で、釘を確認するっていうことをしていくんですけど、はいはい、僕は、もうね、西村さんをもう信じ切ってるので、釘見ることしなかったんですよね。なるほど。はい、正直、もうほぼ僕と同レベルぐらい、釘見る力あると思ってます、僕は。もう、西村さん。ありがたいですね。もう、この成長ぶりはすごいので。うん、はい。で、僕は釘、見ていくこと好きではないです。ぶっちゃけ、うん。はい。まあ、もちろんね、まあ、素人より絶対、見る力はあるんですけど、うん、まあ、プロの中で、めちゃくちゃレベル高い方かって言ったらそうじゃないんですよ、僕は。うん。うん、マンション、久保田さんとか、うん、泉さんとか、まあ、いるわけですけど、絶対そこに及ばないんですよね、僕は。はいはいはい。はい。で、まあ、西村さんが見てくれて、あ、今日は北斗セブンがいいんじゃねえのと。はいはい。言ってくれて、僕は他の、多分見ることなく、あ、じゃあ北斗セブン打ちましょうっていうことで。はいはいはい。そういうことだったのね。はい。はいはいはい。北斗セブン打ったんですよね。はいはい。はい。で、打ってみて、まぁ、実際、西野さんは24回ぐらい。うん。うん。僕は 21.5 ぐらいですかね。かな？だったんですかね。うん。はい。で、まぁ、あ、まぁ悪くなかった。うん。ですよね。悪くなかった。はい。で、後ろが北斗8だったんですけど、うん、あ、なんとなく電柱残ってる台が空いたなと思って、うん。あ、じゃあまぁ、そっち打つかって感じで。うん。打って、座って、釘見たら、うん、もう、打つ前からガバ開けなのに気づいたんですよね。だいぶ時間経って、5時間ぐらい経って。はいはいはい。はい、あれっつって。あれっつって。へそはめちゃくちゃ開いてるし、まあ、よりもね、左側の部分をね、下げて、まあ、右のへそに行くようになるし、うん、しかもワープもめちゃくちゃ開いてるんですよね。はいはい。これめっちゃ開いてるじゃんって。はいはい。そこでやって気づいたんですよね、僕は。はいはい。はい。結果、32回も常にキープしてる台だった。いやー、なんか悔しいね。非常に悔しい。くそー。いやー、だから別に西本攻めるわけじゃないですけど、あ、まあまあ、僕が絶対、そのオフテートの釘をちゃんと見てたら、まず朝一そこを多分打ってたなと。うん。いうところだったので、そっちの方がね、期待値的には明らかに高いと思うので。うん。うん、ボーダープラス10回ぐらいだもんね。そうっすね。うん。まあ、ね、ちょっと削りはあるけど、邪魔の。うん、うん。まあ、それでも、まあ、32って相当の宝台ですから。そうね。はい。ああ、いや、ちょっとね、明日だから、もっと早く気づいて、てか僕は、一応まあ、北斗が空いてると分かったんで、うん、せいぜい北、まあ、全部のし、お店を、台を見て回るってことはしないにせよ、うん、北斗の釘をチェックしていくってぐらいは僕は今日やるべきだったなって、すごい反省してます。あはは。はい、そうですね。僕もちょっとエイトをもう一度ちゃんと見ときゃよかったな。うん、うん、なんか苦手なんだよね、エイトね。ああ、なんだろうな、
なんかちょっと違うっていうか、なんつうか。はいはい。まあ、っていうね。まあそうですね。人によって機種ごとになんか、釘読むのが苦手な機種と、得意な機種とってあるかもしれないですね。結構あると思います。はいはい。ちょっとまあ、勉強しなきゃな。もうちょっと。はい。うんですね、あと今日、打ってる時に、ちょっとお話してた、話してたんですけど、西村さんと。うん、北斗セブンとか無双は保留1でも保留2でも保留3でも保留4でも、うん、基本的に止め打ちする必要ないんですよ。はいはいはい、はい、なぜかっていうと、まあ、前もなんか結構前に話したかもしれないですけど、どうせ電柱に行ったら1消化しちゃうんですよね。うん、はいはい、まあ、北斗セブンの場合はなんか大当たり中に電柱がパカッと開いてくれて1個2個入ってくれる時もあるんですけど、うん、はい、どうせ1個消化しちゃうので、はい、まあそれだったら保留4個貯めておいていいんですよ。うん、一回僕なんで貯めてこなかったのって聞かれたのは保留0だったんですよ。はいはいはい、保留0はまあ電柱消化しないので、うん、ゼロで当てた方がいい、いいので、うん、確かに赤保留が来たので認証と同時に、うん、はい、貯めてたんですけど、うん、はいはいはい、そういうことな、そういうことなんです、うん、理解、うん、北斗8だけはちゃんと1早く貯めた方がいいですよ。うん、へそから消化してって、しかもへその方が振り分け悪いので、うん、はい、だねっていう感じです。はいはい、で、いざそんな感じで報告いいよはい、で、今日の結果報告なんですけど、はい、プラス、まあ、2人15時間ぐらいやって15時間ぐらい打ちまして、うん、まあ2万1000ちょいぐらいだったかな。うん、はい、金曜とあんま変わらない収支だったなと思ってます。うん、はい、はい、プラスになったことはでかいね。そうですね、うん、セブンで結構マイナスになったんですけど、まあ僕が西村さんに途中で編集するために、出てってくれてから、うん、結構8で、連チャンして、うん、普通連チャンしてよかったよ。めっちゃ楽しかったっす楽しいだろうな。楽しかったっす。8で10連チャンでしょ。うん、いや3回連続でまさかの龍拳倒して、しかも時短に落ちて、まさかの時短中に2回連続で2ラウンド引いたんですよね。50回しかないのに。ああ、はい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 、スイートこれ引くなと思ったら、次当たったのが時短中に10ラウンド引っ張ってきてっていうね。すごいね。かなりドラマティックな展開でだったね、それはね、それは楽しいわ。うん、また来てよってなるんです。そうですねセブンでは今日ね、時短100回でお互いに1回もね引けなかったですけどね。うん、そうね、うん、まあ、確率っていうのはどうなるか分かりませんね。そんな、そんな話そうね、いや、よく分かんない、うちにもそうですね、はい、はい、だと思います。ということで、明日、明後日もしっかり稼働して、うん、いい結果を残し、素晴らしいクリスマスにしていきましょう。はい、これ以上ないクリスマスだクリスマス、イブな、イブな、明日明日はね、イブな、はい、はい、以上でいいですか、ね、いや、以上でいいですよ。はい、はい、じゃあまた明日。はい、バイバイ。